地点なら、もう一つの地点は私たちが今いるこの聖魂空間なの？その通りだ。それで天命の新たな主教、お前は何を選ぶ？抗うことを諦め、改めて夢を満喫することもできるし、限界に挑戦して己の成功を覚醒させることもできる。あるいはここが夢とつながってる以上、私がこの地点を飲み込めば成功計画とやらを阻止することもできるのよね。大した勇気だ、テレサ・アポカリプス。だがそうしない方が身のためだろう。私が力不足だから？いや、そういうことを言っているわけではない。より直接的な外的要因が。ああ、やはり彼が来たようだ。急にどうしたの？はじめまして。新たな天命の司教、僕はケビン。ケビン・カスラナと呼んでもらって構わない。ここに来ているということは、聖魂計画について多少なりとも知っているということだろう。今までヨルムンガンドは崩壊に対抗する勢力の敵になることを避けてきた。だから今回は君たちも崩壊に打ち勝つ唯一の道の邪魔をしないでくれ。崩壊に打ち勝つ唯一の道。漁師の海を出てから僕はずっと君たちを観察してきた。そして虚空万象を通して君たちの歴史も把握した。これまで君たちは多くの努力をし、当時の僕たちよりもずっといい結果を手にしている。しかし終焉と対峙するにはまだ力が足りない。終焉の律者、まさかもうすぐ降臨するの？これは一つの均衡だ、若き天命の主教。少し前にヨルムンガンドに協力したライデン・メイが第十二律者を鎮圧した。それは君たちが全文明と同じ道をたどっていることを意味する。原理的に言えば、確かにヨルムンガンドには終焉の降臨を 1,2 年ほど遅らせる方法がある。しかし僕たちがそういった行動に出れば、終焉の律者の性質は一つ前の世代と全く違ってくる。断りの律者から侵食の律者、そしてライデン・メイたちの羽化まで、曲折しながらも今13種の律者による終焉の力は全文明と完全に一致した。それは僕たちが唯一外から内に至るまで把握した終焉の形式でもある。一人目の律者が誕生する前の状況はさておき、今こそ僕たちが聖魂計画を遂行する時、完全に崩壊に打ち勝つことができる唯一のチャンスがやってきたんだ。それって、開演場の時からあなたはずっとチャンスを待ってたってこと？分かりきったことだと思うが、これは唯一のチャンスだ。そしてそれが現れるまで、ヨルムンガンドはできるだけ聖魂計画の副作用を減らしてきた。でも私の知ってる限り、それは人々の死刑を無期刑に変えただけよ。どう比較するかは君の自由だが、この方法の他に地球の文明に別の道があるとは思えない。僕は5万年前に全てを経験した。そして言ったはずだ、君たちは崩壊のことを何も知らないと。テレサ、君の目には憤怒が満ちているが、それを誰にぶちまけていいか分かっていない。それなら僕が君の品位を試そう。
ここはカスラナの聖魂空間だ。どのカスラナの力もここでは完全に対等になる。さあ僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。君たちの言う天命を僕は知っている。君たちは自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に